ぼっちザロック、7話感想。私服のぼっちちゃん可愛すぎ、にじかちゃんの理解も進んできたな。ある意味これは神回だな。これ神回じゃねえよ、上手回だよ。さすが。今週もとても良かった。30分があっという間に終わった。これ絶対。まったく妹ちゃんは最高だぜ。北ちゃんに抱っこされたい。前回がぼっち成長回だったから、今回はぼっちワールド全開だったな。いちいち体育祭のイメージにクレイアニメ使うとか気合入りすぎだろ。ぼっちちゃんが家ににじかちゃんときたちゃんを招待、なんだかぼっち感染力が高すぎて変な回だったな。ゲラゲラ笑ったの久しぶりだ。はぁ、あ、面白かった、気持ちよく寝れる。ナウシカっぽい曲と思ったら肺に入ったで腹よじれた。ライブ前のため回だったな、次回が楽しみすぎる。ぼっちちゃんが呪いのてるてる坊主を作ってしまったか。後藤家のコミュ力ぼっち以外通常より上なのが草、ぼっちには本当に何かついてるんじゃないんか。二人ちゃんがもう北ちゃん呼びなの草。妹の二人ちゃんに北ちゃん取られてるわこれ。ぼっちちゃん重症すぎる。家族からの扱いが一番ひどくて草。最後に一声出せたのは成長だよな。姉と打って変わって二人ちゃん馴染むの早いな。レンタルを疑う両親もナチュラルにひどい。次回、ぼっちだろって、まるで最終回みたいなサブタイだ。来週で1巻のラストまでやるからだね。期待のぼっちちゃん私服最高だった。これで1週間生きていける。今回クソはロターからの次回サブタイがタイトルやん。約束された神回。みんな大惨事になってたけど不快かよ。無自覚にぼっちちゃんのトラウマをえぐる北ちゃんに笑う。ブルーレイに OVA としてツイスターゲーム編つければ爆売れしそう。ブルーレイか自業のキララであの粘土剤っぽいぼっち人形つけてほしい。今回は非公メイン回だったな。パーティー仮装とか、歓迎横断幕とかムービングライト月の部屋とか何から何までぼっちこじらせて笑った。4歳の妹に友人たちの見てる前で土下座するキララアニメ主人公ってすごいな。来週のライブ回は作画開講でおなしゃす。サブタイトルに作品名を持ってくる回は期待値上がってしまうぞ。